祖号、西部祖号の店舗一覧祖号大宮店祖号、大宮店は埼玉県埼玉市大宮区にある百貨店。セブンアイホールディングス参家の株式会社、祖号、西部が運営している。旧祖号グループ経営破綻前の店名から、大宮祖号と呼ばれることが多い。百八十七年三月十七日に株式会社、祖号の系列会社である。 株式会社大宮総合により開店。大宮市が推進していた大宮駅西口の区画整理事業において、総合が誘致を受けた結果の出店であった。大宮駅西口正面に立地し、2階の正面入り口はペデストリアンデッキで大宮駅西口と直結している。埼玉県下の百貨店では伊勢丹浦和店に次に2番目に高い売上高となっている。 2002年に民事再生法の手続き及び、祖合各社の統合で株式会社、祖号の運営となった。その後2009年8月に、祖号、西部百貨店2社の持ち株会社ミレニアムリテイリングの統合で株式会社、祖号、西部の運営となっている。店舗のうち1階から3階の西側は、地権者、テナント、OSS24 として営業している。 2003年11月に総合パーキング館が竣工。地上12階地下2階建てで、そのうち1階から3階には、ビッグカメラ、大宮西口総合店が入居している。残りは駐車場となっている。本館とは道路を挟んで、地下1階、3階、9階で連絡している。また、このパーキング館の竣工に伴い同年9月に8.91から13階の全面リニューアルを実施した。 かつては他の総合店舗でも見られた回転展望レストランを運営していたが2003年のリニューアルで廃止され美容院、クリニックなどが入居している。2階正面入り口には東京ディズニーランドのアトラクションの一つ、It's a Small World を模したからくり仕掛けの成功性の時計が設置されている。総合が東京ディズニーランドとのオフィシャルスポンサー契約を 終了したのを受けて2008年4月15日をもって人形運用は終了した。以降は時計と金のみ稼働している。当初の株式会社大宮総合は株式会社千葉総合などの参加であり、経営破綻時は千葉地銀である武蔵野銀行のほか大宮に店舗を置く82銀行など複数の県外地銀が10億円単位で融資していたことが明らかとなった。また、 旧総合グループのメインバンクの一つであった日本、長期信用銀行が近接地に大宮支店を設置しており、現在も新生銀行を大宮支店として存続している。また余談ではあるが、統合相手である西部百貨店は東口に西部大宮店を経営していたことがある。同業他社として大宮駅東口に高島屋大宮店が立地する。ありがとうございます。